音声チェックです。大丈夫ですかね。はい、皆様改めましてこんばんは。今日は1月の17日の水曜日、ボギーチャンネル、私、主催の、日本の心、参議院比例第4支部支部長のボッキー手所でございます。今日の南の島沖縄、もうずっと雨模様でありまして、まるで、はい、春雨というんですかね、まあ、これから一雨ごとになんかどんどん暖かくなっていくような、そんな予感のする暖かい雨が降っておりました。ただ夕方車を走らせてたんですけど、灰色の空をね、そして霧のように降る雨、なぜか車の中では何がかかってたかと言いますと、レイ・チャールズのクリスマスソングがかかっておりまして、思わず気分だけは一月前にタイムスリップという感じで、いや考えてみたら1月だけど1月に聴くクリスマスソングもいいななんて聞きながら走ってた私でございます。さて私今日はですね、どういったテーマかと申しますと、まあ、沖縄のいわゆる選挙について、今日はいろいろお話をしていきたいと思います。まあ、実際には今日、この南城市、今のちょうど南城市長選挙が戦われてるんですけど、まあ、そこでちょっと面白い方を見つけまして、今日皆様にちょっとご報告をさせていただきたいと思います。さてその前に、今日お越しの、我が、頼もしき、ネットアシスタント皆さんご紹介します。まず最初に C さん、こんばんは。英吉さん、どうも。ニラちゃん、ありがとうございます。ノリゾウさん、タイガージェットシンさん、藤田ボンドさん、こんばんは。しげしげさん、ニラタバ、ありがとうございます。はい、それからリルリルキトさん、こんばんは。でヤミさんもお見えですね、こんばんは。カータンさんからは特のニラ茶、濃すぎる茶ですね。はい、ノリゾウさんに、トーマーさんもお見えでございます。ヤミさんから早速ニラタバでございます。ウッシー石鹸男、宮城さんお見えでございます。やっぱり寒いですかね。はい、しげしげさんからはまた嬉しい楽しいニラ茶いただきました。それからゆいさんもお見えでございますね。それから榎本さん、こんばんは。これでございます。もしかすると榎本さん私と同じ空の下にいたりしてね。はい、ラプタさん、お知らせっていうことで、そうですね、ボギーチャンネルの今度、アーカイブがチャンネルボギーに映るっていうことで、中佐の方が一生懸命作ってくれてますんで、ぜひ皆さん後ほどそこまたブックマークしていただくといいかなと思います。それからシリーマルさん、こんばんは。これでございます。はい、それと、大島さんもお見えですね。で石川かっこ右さん、こんばんは。これでございます。ガッチャンさんもお見えですね、こんばんは。それからボギー中佐、そうです、沖縄の選挙の正常化はほど遠い。カノタンさんからはニラ束でございます。ありがとうございます。本当に皆さんのおかげでね、だいぶ喉の方よくなってきました。この今日はコーヒーじゃございません。1102311103、どうも。特能ニラちゃん、ありがとうございます。はい、それから榎本さんからも、ぶっといニラ束いただいております。森森さん、ニラちゃん、ありがとうございます。はい、それから榎本さん、連発でニラ束ですね。はい、ぜひ南部の道の駅でニラを買ってっていただきたいなと思います。優作さんもお見えです、こんばんは。はい、さてさて今日も24732さんもお見えでございますね。声が小さい、ちょっと待ってくださいね。声が小さい、ちょっと今調整、代表取締役さん、どうもこんばんは。でございます。大島さんからもニラちゃん、川崎さん、ショーハマーさん、コレキオさんからもニラちゃん連発でございます。ちょっと声が小さいということで音量を上げてみます。あ、これでこうすればちょこポチッとな、よし、今どうですかね。はい、 USB 今日ラプタさん、ちゃんと USB 今日はつながってますよ。はい、これは目線ではございませんかね。この私時々目線入れますが、だいたいこのぐらいの目線を入れております。さて今日は、まあ、
抜けてないご様子実は今日はコーヒーではございません。私なぜかと言いますと先日コーヒーをオーダーしたら残っててポットの底に煮詰まったやつを出されたもんですから今日はこれでございます。はい、ホットティーをいただいております。ホットティー、これコーヒーと同じカップなんですけど、うん、ニラコーヒーなんてそれも247323想像もしたくないですね。さて今日の、南城市私行ってきたんですけど、まあ、そこのちょっと様子をね皆様にお見せしたいと思います。今日私が取材の方にお伺いしたのはこの方でございます。どうも。はい、沖縄の市町村会の会長であり、ネットをねもう本当に駆使しております。左翼からはネトウヨ市長といってね何かと批判の矢面に立たされながらも一歩も引くことなく、そのネット界隈のパヨクと、戦い続けております、まあ、沖縄の、侍といっても過言ではない、南城市の小蛇慶春市長ですねまあこの市長すごい人望がありまして、今日私この街頭演説会10時半からのにお伺いしたんですけど、もう時間が来る前から人がいっぱい集まっておりまして、すごい賑やかでした。で今日はSP の方もね今日いっぱい来てるんで、あれ誰か今日とんでもない人でも来るのかなっていうふうにちょっとドキドキワクワクしておりました。ところが今日9時から実は選挙事務所の近くで、この小蛇市長立ち会い演説会があったんですけど、それに出席をしておりません。はい、こんな大事な選挙期間中に立ち会い演説会に出席しないで何をしてたかと言いますと、実はこういうことをやっておりました。トン。はい、南城市長、実はねこの南城市長が今力を入れているのが、価値を生み出す産業ということで、農林畜産業に非常に力を入れております。特に畜産業につきましては、無利息の貸付金制度などを創設をして、この南城市でどん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 そういった畜産などが盛んになるようにということで力を入れてきた。それのなんと初競りが行われたんですよね。そこで子牛が今回競りにかけられたんですけど、はい、この初競りに小蛇市長、この競り市のね農家の方々からぜひともこの制度を作った市長に来ていただいて、まあこの初競りに花を添えていただきたいということで自分の選挙をほっぽり出してですよ、この競り市場に行って、はい、南部畜産市場ということでね、花牛と書いてあります。はい、この子牛、こういった子牛が大阪とかに、送られまして、そこでまあブランド牛としてまた大きくなって売られるんですけど、その小さな牛をね、まあ、沖縄で育てて、まあ、本土に送るということで、なんといってもこの地元で価値を作り出そうっていうこの南城市長のアイデアっていうのはね、他の市町村ではなかなか見られない、まあ、どっちかといえばこの政府から落ちてきた交付金をいかにね使い切ろうかと考えている市町村もある中で、この南城市長、いつまでも交付金に頼る経済ではいけない、自らが価値を生み出す経済をということで、こういった畜産業に非常に力を入れております。結果的にこの牛が120万130万近くで、今回競り落とされまして、非常にね畜産農家の方々も大喜びをしてたっていうことで、いやこうして地元のね畜産業者や市民に本当に壊れる人なんてあまり最近見かけたことないなと思っております。
さて、このセリーチが終わると慌ただしく準備をして、第2会場の方に来ました。そこで待っていたのはこの方でございます。トンはい、いやもう皆さんこの後ろ姿誰だかもう分かりますよね。はい、この方はこの方でございます。トンいやもう大僧侶がですよ。あ、タムケンさんどうもこんばんは、んこでございます。大僧侶がもう市長の大ファンでありまして、実は私もいろんな政治家知ってますけど、この方にだけはもう全く頭が上がらないというか、なんていうんですか、親分派だというんですかね。もう言葉一つ一つに非常に説得力があり、まさにこの沖縄の未来を託せるようなそんなオーラを放っている方でございまして、まあ、源ちゃんは自分が住んでいる町の市長ですから、こうしてもう思いっきり応援団ということで、あ、森さんどうもニラ束ありがとうございます。はい、応援に入りました。そして源ちゃんは市長の他になんとこの方とも握手をしております。トン、はい、誰かと申しますと自民党の岸田政調会長でございます。はい、岸田政調会長、元外務大臣ですね。はい、政調会長、つまり自民党のまあいわゆる金庫番みたいな方でございまして、その方と源ちゃんニコニコしてこう握手をしております。藤田文藤さんどうもありがとうございます。私も握手したいんですけど、カメラマンに徹してるものですから、もう全くそういったことができませんでした。あ、どうも藤田文藤さんありがとうございます。そして市長はですよ、なんと車の上からも演説をしたんですけど、こうしてね応援弁士が、演説をしている間、この市長を応援しに集まった市民の中に入って一人一人とこうして握手をして、でこのおばちゃんなんかはここの市長はあんたしかいないよって言って指でほっぺたをツンツンされておりまして、体もペタペタ触られておりました。もう大人気。十年風太郎さんどうも、極上になっちゃうグアバコーラ風味、想像もしたくないですね。ツンツンです、この指でツンツンしておりました。はい、そのぐらい人気があります。全く小島市長威張ってないんですよ。すごい腰も低くて言葉も穏やかで、しかしまさにね、琉球の拳とはこういった人だなと思うような、そういったまっすぐな信念というのが通っております。ですからパヨクとか沖縄のメディアの誹謗中傷に全く動じることなく、沖縄の赤い海をですよ、もう堂々と渡り切っている数少ない人材の一人でございます。はい、塩様さんありがとうございます。さてここで面白いことが起きました。実はこれでございます。トン、はい、この赤丸でね、写ってる方がいます。これ今日の、小島市長の、立ち会い演説会に来ていた方でございます。SP のような凛とした格好でね、背も高くて彫りも深くてすごい目立ったんですよね、この方。そしてなんとすぐ市長のすぐそばに鉢巻きをしてこうおります。鉢巻き、よーく皆さん見ててくださいね、この方。はい、本当に市長のすぐそばにまでおります。こういう感じで、まるでね、市長の応援団のような顔をしてニコ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 して市長のそばに近づいております。まあパッて見ると市長のね、若手の応援団が SP かなと思うんですけど、実はこの方これでございます。トン、はい、その通りでございます。ホルスタインさん、
右から2番目、よーく皆さん見てください。はい、なんとこの古座市長の、今回の選挙での、対戦相手、オール沖縄、いわゆる左翼の統一候補であります、ズケラン・チョービンさん。まあシャツ1枚で会見をした方といえば皆さんよくご存知だと思いますけど、ズケラン・チョービンさんと、奥様は韓国の方ですね。はい、奥様は韓国の方です。ズケラン・チョービンさんと韓国の奥様の、お子さんで、非常にね、あの長身でイケてる男でございます。よく似てますよね。はい、ちょっとアップのやつもお見せしたいと思います。トン、はい、これアップのやつですね。はい、このね、相手候補の陣営で、相手候補のね、それも息子さんがこうして古座市長、現職の古座市長の、立ち会い演説会に青い鉢巻きまでして混ざり込んでいたということでございまして、まあ本当にそういうは何死にということでございます。鉢巻きまでしています。挙句の果てには頑張ろう三章までやっていたということでございまして、しかし気づく人はいるんです。はい、この古座市長のね、左にいる対戦相手の、ね、対立候補のご子息、それをうさんくさそうな目で見ている右端の男性、完全に気づいてます。こいつはあいつの息子じゃないかっていう。そうです、ラプタさん、敵情視察ということ。いや、猫さん全然寝返っておりません。まあでもね、自分のお父さんのためとはいえ、こうして、堂々とですよ、相手陣営の中に入ってきて、相手陣営の鉢巻きまで締めて、頑張ろう三勝までして帰るなんて、あっぱれというか、神経がずぶといというか、本当に不思議なものでございます。多分相手候補の集会に、例えば私なんかが行ったら、右翼が来てるぞ、選挙妨害だって言ってからね、取り囲まれて突き飛ばされて追い出されたと思います。しかし、古座陣営、あの相手候補のね、息子っていうのは分かってても、誰も追い出すことなく、ニコニコして、君もあの青い鉢巻きしたらいいよっていうことで、逆にあの一緒になって、はい、頑張るぞ頑張ろう三勝まで刺した。本当に塩様さん、寛容性っていうか、本当にすごいですよね。はい、もうそこのところは私、本当にこの寛容性っていうのは保守の方々に共通してるなと思うところでございます。まあそしてこのね、あの選挙の状況なんですけどはっきり言って、敵は相手候補ではないと思います。はい、敵は相手候補ではなく、ね、勝てるという慢心がね、一番の敵だと私は思っております。まあ、実はこの今回の選挙、いろいろ監視目的で入ったりとかしています。ところが、普段たくさんいるはずの、共産党さんの動員、はい、落下さんの凱旋部隊がほとんどいないんですよ。はい、いないことはないです。でもね、9対1の割合で、9割が名護の方に、1割がここにっていう感じで、つまりオール沖縄自体は南城市長選挙を勝てるとはちょっと思ってないんじゃないかと思います。しかし逆にこれが、現職の陣営の慢心を生んでですね、沖縄っていうのは反感びいきっていうのがありますんで、それにはまってしまうと、まあ、とんでもない逆転劇が起こるかもしれない。まあ、現在実際に私の調査では 55-45、差は10ポイントあるかないかでございます。もうあっという間にね、5、あちらが増やして、ここが5を減らせばもうイーブンになっちゃう、そういう非常にギリギリのところで、まあ、競ってる状態でございます。まあ、そういった中でね、慢心っていうのは相手候補より怖い敵だっていうことをね、ぜひ、
現職の陣営は心がけて最後の最後まで気を抜かないでいただきたいなと思っております。さて名護はどうなってるかと言いますと、そうです、ガッチャンさん、油断が一番の敵でございます。名護まだ告示前です。こうなっております。トン、はい、告示前です。こうしてね、もう旗がもう7、8本、10本ぐらい立って、もう街頭演説やりたい放題。それだけじゃないんですよね。はい、トラメガを持ってなんと練り歩き、はい、練り歩きです。トラメガ持って練り歩き、これ告示前ですよ。これがね、何の指摘も咎めも受けません。そして県外から来た活動家はこういうことをやっております。トン、はい、3人1組で街中に入りまして、拡声器を持ってカンペを見ながらガンガン凱旋活動をやっています。しかし誰も咎められない、ね、そうですよ、カータンさん、事前運動禁止期間中です、はい、しかし何の咎めも受けないんですよ。いや本当にね、沖縄っていうのは公選法得じゃないかと思うぐらい情けなくなるぐらいです。本当にやりたい放題。いやこれって私本当にね、このままじゃ沖縄っていうのはまともな選挙できるんかななんて思いますよ。で彼らは南城市はもうとにかく勝っても負けてもいい、しかし名護は負けるわけにいかないっていうことで、名護に、組合系、それから、まあ、医療関係系、それから本土から共産党系の活動家が、推定でだいたい500人ぐらい入ってます、はい、本土からだけで500人ぐらい、300から500人のメンバーが入って、名護に泊まり込み、3名1組で市内を、ね、本当に小さな路地まで回って、凱旋活動を毎日やってます。毎日、本当に理解ができない。なんでね、憲法を守れという人たちはこのように法律を守れないのかっていうのは私不思議に思いますよ。そして私動画持ってますけど、まだ告示もされていないのに、何々市長へ皆様の清き一票をよろしくお願いします、今度の市長選挙は何々、皆様のご一票をどうぞよろしくお願いしますと凱旋してるんですよ。凱旋軽自動車で。大事な話すると電波が悪くなりますね。どうしてだろう。駒落とし、電波強いんですけどね。名護市長選挙については、まあ、公明党さんが全面協力をしてるっていうことで、まあ、今現在私の予想では、57対43で相手陣営が勝ってます、はい、私はそういうふうに思ってます、はい、下手すると10ポイント近くまだ差があるんじゃないかと思います。こういったまた事前運動でね、さらにその差は広がっていくんじゃないかと思いますが、まあ、これに対してきちんとしたやっぱり法律の、はい、チェックがやっぱりない、はい、やったってね全然咎められないんですよ。注意すらされない、ね、これを見て警察に電話をする人も中にはいます。しかし電話をする側がなんとクレーマー扱いされたりするんですよ。あーうるさいなーっていう感じで、戦艦に電話したら下で、あ、榎本さん、いや夜でも多分明日朝から多分やってると思いますよ。そうです、目玉さん、1割差がつく可能性があります。そのぐらい相手陣営は今回の名護市長選挙に、戦力の大半をつぎ込んでおります、はい、ですから南城市では違法ポスターとかそういったのもない、上り幅も非常に少ない、運動員もかなり少ない、そんな中で戦っており、だから私はこの今生まれつつある楽観ムードのね、まあ、一番の大敵は相手候補ではなく
満身だっていうのはそこなんですよ。で名護では危機意識もやっていただいてますけど、このように事前運動でね、どんどん教殿がやっぱり荒らされていくのをね、私たちは見ていなくちゃいけないのかっていうことになります。はい、選挙監視委員会行きたいんですけど、いかんせん人数が限られているのと名護っていうことで行くだけで1時間かかるところなんですよね。はい、そうです、進む号たくさんあります。はい、民省の車なんかもなぜかこういう時に外線車に化けてたりしまして、自家用車にスピーカーついてたりして、もうとにかくすごい。あ、ラインバッカーさんありがとうございます。まあそういった中でね、やりたい放題、選挙違反した方が、選挙に勝つというね、おかしな沖縄の選挙、まさにこの名護でまた、再現しつつあるっていうのが、私は本当に、沖縄本当に法治国家なのかななんて思っております。まあそういった中で、先日、裁判所で判決が出ましたよね。はい、判決が出たにもかかわらず、警察が活動家の行く手を塞ぐと自由往来を妨害したと言ってね、裁判所は罰金をね言い渡した。罰金ですか、保証金を言い渡した。しかし平和運動家はこんなことをしてます。トン、これ今日のです。今日このようにトラックの前に立ちはだかりまして、トラックの往来を妨害した。しかしね、いる方々はみんなアルソックの警備員、何もできない。警察が駆けつけてくるまで何もできないんです。毎日これが続いてます。そして誰も捕まらない、誰も保証しない、ね、どうなんでしょうか。警察が同じことをやると自由を、ね、侵害したっていうことで、ね、賠償金を裁判所から言い渡され、活動家は表現の自由だと言ってこういったことを平気でやる。これがまかり通る沖縄、皆さんはどうお考えですか。私はね、警備会社雇うより県外からね、特に千葉県あたりから機動隊呼んだ方がいいんじゃないかと思いますよ。はい、そして今日のフェンスのところもね、ひどい状況になっています。こんなですと、もうね、もう逮捕した方がいいですよ。もう数にね任せてグレムリンみたいになってるんですから。いや、グレムリンじゃないですよこれ。いや、グレムリンじゃない、グレムリンはまだ可愛いですよ。これってね、これですよ、これと何が変わるんですか。これ私何も変わらないと思いますよ。はい、そしてこれもでしょ、例えば、呆れ果ててものが言えない、皆さんもよくご存知のこういった光景。はい、本当に水かけた方がいい、こういう連中にはね。これもね、これもですよ、これもこれと何が変わるんですか。これと何にも変わらないです。まあこのようなね、でたらめが当たり前のようにまかり通る沖縄、はい、公選法を解くと言われてそれが未だに続く沖縄、組織力、資金力、そして事前運動をする方が選挙に勝つ、そして憲法9条を守るという、ね、それをね、沖縄県民が違反っていうふうに理解してないっていうのが一番の問題かと思っております。ということで、今日のボギーチャンネル、南城市長選挙、それから名護市長選挙についてお話をさせていただきました。詳しいのはまた私の Facebook に載ってますんで、ご覧いただければと思います。本日もありがとうございました。